天皇杯、皇后杯全日本バスケットボール選手権大会は、毎年開かれる、バスケットボールの実力日本一を決める大会である。男子は天皇杯、女子は皇后杯として開催される。フィバ公認級、日本協会検定級大会は、日本バスケットボール協会の主催により、ノックアウトのトーナメントで覇権を争う。2016年度までの会場は、おおむね、 三回戦までは、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館、大田区総合体育館、国立代々木競技場第一、第1、第2体育館、準々決勝は、代々木第1、第2、準決勝以降は、代々木第1のセンターコートを使用する。ただし、以下のような変更事例がある。大会用のボールは、日本協会検定球を使用する。年に第本。 体育協会主催のもと、全日本老朽選手権大会として、第1回大会開催。1930年に日本バスケットボール協会が発足すると、翌1931年大会より、同協会主催に移されるとともに、女子大会も開始された。日本バスケットボール協会によると、第1回大会より天皇杯。 高校杯が歌詞されたとされるが、他競技の歌詞時期と比較して、早すぎるとする疑問の声も上がっている。戦後初の1947年から総合がつく。2010年6月、翌年の大会より、日本協会主催大会としては、初となる報奨金を導入する方針を固めた。参加チームは、 JBL の一部を除きアマチュアであるため、賞金ではなく、チーム強化奨励金と表現する。男子の社会人一部リーグは2005年に BJ リーグが創設され、JBL との2リーグ分裂の状態となり、本大会では JBL 側の出場枠は設定されるも、BJ 側の出場枠が設けられず、BJ のクラブの出場は長らくできない状態となってしまっていた。 その後2012年の大会より新たに BJ の出場枠を2チーム用意はしたが BJ リーグ側は外国人選手の同時出場枠などリーグ戦とのルールの違いや日程の問題を理由に事態を申し出た。協会側が再考を促した結果日程の空いている千葉ジェッツが BJ リーグチームとして初めて出場した。2013年は BJ リーグからの出場はなく 2014年からは JBL から改編された NBL 全チームと NBDL 一部チームに出場権が与えられ BJ リーグ枠は消滅した。2016年に男子一部リーグが10年ぶりに一本化され B リーグが発足した。この2017年発の大会では男子の社会人トップリーグの出場枠は B リーグの一部。 B1 リーグ参加18クラブのうち2016から17シーズンの第10節終了時点での各ディビジョン上位4クラブずつの12クラブのみの出場となり、それ以外の B1B2 とセミプロの B3 リーグ参加のクラブは当年度の出場ができなかった。2017夏 -2018 年初の開催より大会名から総合が抜けて、 全日本バスケットボール選手権大会となり、さらには大会のフォーマットも大きく変更される。またファイナルラウンドの会場が埼玉スーパーアリーナとなる。出場するチームは、それぞれの大会の成績上位クラブを中心としては、全チーム各所轄競技団体から推薦されたチームが出場する都道府県代表を決める大会についても、 全日本バスケットボール選手権大会の一次ラウンドとして組み込まれる。高校以上のカテゴリーのチームが出場対象となる。2020年度からレギュレーションが変更され、9月の一次ラウンドは男女同時開催。女子は11月に3.4回戦、12月にファイナルラウンドを一括で交互杯を争う。男子は4から6回戦を9月、7.8回戦は11月。 12月に、ラウンド16、翌年1月ファイナル8、2月ファイナル4を経て3月に、グランドファイナルで天皇杯優勝チームが決定する。決勝戦の模様は NHK 教育テレビで生中継される。2012年からは4日目から準決勝までも、NHKBS1 で生中継、録画放送されている。かつては NHKBS ハイビジョンで生中継を行い、 教育テレビで録画放送していた時期もあった。準々決勝以降はバスケットライブでのネット生中継も実施。ありがとうございます。